今日4月5日水曜日から二十四節気清明に入ります。どんな時期のことを言うのかご紹介しましょう。この清明は春の穏やかな日差しを受けて天地万物がすがすがしく明るくある時期のことです。いかにも楽しく朗らかなイメージが浮かぶ清明についてキーワードをいくつか挙げてみていきましょう。旧暦の4月8日はお釈迦様の誕生日で花祭りなどと呼ばれます。全国のお寺では花祭りが催され、花で飾った小さな堂の花見堂が作られます。参拝客は柄杓で甘茶を誕生物にかけてお釈迦様の誕生を祝うのです。これは釈迦誕生の際に天から龍がやってきて甘露の雨を注いだという伝説が由来と言われています。続いて花水木、白や 薄紅色の花びらのように見える部分は実は花びらではありません。双方辺と呼ばれる花の付け根の葉なのです。花は双方辺の中央に集まっている小さな粒々状のもの、これが花という感じもします。花水木の花は桜の花と入れ替わるように咲き、季節の移ろいを教えてくれます。清明は生命力にあふれて樹木も動物も人も活力みなぎる時期です。澄んだ大地の空気を思い切り吸い込んで、また新しく前へと進んでいきましょう。今回ご紹介した季節のトピックスに関してはウェザーニュースのアプリお天気ニュースチャンネルからもご覧いただけます。